人生の悩みや疑問がもう全部これ氷解したっていう。こんにちは、釈良子です。今回は幸福の科学大川隆法総裁3150書以上の著作から私の人生を変えた一冊をご紹介します。幸福実現党の釈良子と申します。全国でですね、今政治活動をですね活発にやっております。まちまちで街頭演説をですねすることもありますし、また研修とか勉強会学習会とか地域を回らせていただいたりとか、いろんなことやってますね。はい、私の人生を変えた一冊は太陽の方です。結構ですね、子供の頃からとにかく悩みがちだったんですよ。で、まあ、子供の頃って普通繊細さっていうのは大人の日じゃないので、まあ、そういう理由もあったとはいえ、とにかくやっぱり悩みが多くて、で、親が言ってることが正しいと思えないかったりとか、あるいは何か友達とちょっとぶつかっちゃってとか、いじめが学校であったりとか、いろいろあるじゃないですか。その度ごとに、なんでなんだろうっていう、そういうのをですね、結構悩みがちで、親とはやっぱ反抗期が、申し訳ないんですけれども、すごい長い人生だったかなと思って、すごい反省してます。悩みのない世界に行きたいっていうのが、もう、ものすごい強かったですね。何か答えをもう探してたっていう感じはありました。大学3年の時にアルバイト先でですね、結婚式場で働いてたんですけれども、そこに変な先輩がいてですね、太陽の方の一章をですね暗記してたんですよ。で、それをこのフランス料理のサービスの合間合間に後ろに引っ込んでた時に、なんかこう語っててですね、女の子が群がってこう聞いてると。で、この大宇宙は1000億年前に根本物がとか、あと金星に文明があった話とか、この地球ができたのは46億年前のとかですね、こういう創世記のところを語ったり、あと人間には重いですね、思うこと行うこと全部記録されていて、それが壮年体に記録されてるんだと。で、死んだ後にそれがつまびらかになって、思ったことがいいことが半分以上だったら天国に行くけれども、悪いことが多かったら、地獄に行くんだとか、これ立ち話のような感じで話をされてたんですよ。それを聞いて、ああ私は地獄行きだっていうのをもう本能的にですね、その長いそれまで の人生を考えると、嫉妬さに思って、でこの人は何か知ってると思ってついて回った時に出てきたのがこの太陽の方だったんですよ。で、そこから一晩で読めるところまで読んだんですよ。一晩でというか、もう徹夜、もう止まらない、全部知りたいことばっかりだったので、特に創世記はすごいですね。仏法真理という言葉があります。仏法真理とは、仏の心、仏の掟、仏の命の流転する姿です。そしてまた、人類の過去現在未来を織りなす一本の黄金の糸のことを意味します。もうこれで、この29冊ある1冊目の太陽の方は、この著者がどういう方であるかを物語ってるわけですよ。もう人類の秘密を全て明らかにする巨大な法の体系そのものが、この太陽の方なんだっていうことですね。この仏法真理っていうものに
出会いたいと思ってる人いっぱいいると思うんですね。そういう時にこの創世記は、神がこの地球を作られたのはどういうことなの、宇宙って誰がどのようにお作りになったんだろうとか、死んだらどこに行くんだろう、人類の歴史ってどうだったんだろう、こういうところに全部答えがあるっていう、ちょっとねもうって感じですね。もう読んだ後、まあ、次の日だったか次の週だったも、これは嘘じゃ書けないよって言って回った覚えがあります。この太陽の方も限りなく神秘的な書物であると、常識で理解しようとせず、あなた自身の常識を本書によって入れ替えていただきたいのである。これ読み終わった段階で常識がですね完全に入れ替わってるのをですねまあ自覚しましたね。で、例えばどんな常識がどう入れ替えるかっていうところなんですけれども、もう様々あるんですけれども、例えばですね、愛ですね。で、愛の本質とはまず与えることなのです。この点をよく理解していただきたいと思いますって、これあるんですけれども、普通愛ってもらうもの、何でもお金でも愛情でももらえれば嬉しい、で与えたら損するって、これが普通の常識じゃないですか。で、そうじゃないっていうのが書かれてるんですよ。で、その愛を与えた時の見返りっていうのが実は神から来るんだと。人間は心です、魂です。ですから死んであの世に持って帰れるものはあなた方自身の心以外にはないのです。心が全てなのです。もうこれはもう革命ですよね、人生にとっては。心を磨くしかないっていう、こういうことですよね。あと天正輪廻の真実とか、こういうのでも人生の悩みや疑問がもう全部これ評価したっていう、もう全てが変わったっていう感じですね。だからもう電車に乗っても一人一人が神の子で、みんなあの世から生まれてきたんだっていう、このなんていうんですかね、兄弟みたいな感覚で、もうちょっ と心が震えてもう止まらないっていう感じがありましたね。人生何が辛いかって、身近な人との葛藤ってものすごく辛いですよね。例えば親だとか、まあ兄弟だとか、まあ、生まれもそういろいろあると思うんですね。だけれども、そこに意味があるんだっていうのを長い意味で教えてもらえるのが、まあ、この太陽の方だったなっていうのは思うんですね。まあ、例えば私も小学校物心ついた時からやっぱり親との衝突ってすごく多くて、怒られるじゃないですか。怒られることが筋が通ってると思えないっていう、親もだって生き方気知らないわけですし、で、なんで弟ばっかり可愛がるのかなみたいなね、そういうのよくありがちなところではあったりするとは思うんですけれども、なんか孤独な感じっていうのはずっとあってですね、それって意外にね、そこをなめるような苦しみにやっぱりつながってったような気はしますね。親との関係ってこれ親をに頼んで生まれてきてるんですよね。生まれてくる前に親にお願いして、今回親になってくださいって、この天正輪廻の秘密が明かされてるわけですよね。本当にそうかなとか思いながらも、そうだと言い聞かせながら、でまたその神仕組みっていうかね、縁があって生まれてくるにはそれなりの理由があって、カルマもあるかもしれないし、でそういうのをこう飲み込みながら、ある日ですね、この与えられてることがいっぱいあるっていうことを自覚しながら反省をしたんですよ。そしたらですね、中学校の頃にお弁当作ってもらった覚えではちょっとふっと浮かびまして、母親の実家が
弁当屋さんだったこともあって、すごい豪華なお弁当で、友達がいいねそのお弁当すごい豪華だねっていうのが降って浮かんだ時に、もう湯のように涙が溢れてですね、それで与えられてなかったなんていうのはとんでもなくて、与えられてばっかりでっていうのを思い出してですね、そこからちょっと少しありの一血のように反省ができるようになって、でも結局ですね30年かかったと思います。今すごく仲いいですよ。太陽の方は、とにかく悩んでる方にお読みいただきたいですね。それも今まで仏典だとか、あるいは聖書だとか、あるいはいろんな宗教に入っておられたけれども解決ができない、あるいは疑問になっているものが全部解かれてるんですよ。なのでぜひですね、神って何だろうとか、そもそもの根本のところを知りたい方にぜひお読みいただきたいと思います。それがまずですね、お伝えしたいことになりますかね。1ページ目から本当にすごくて、もう感落ちですね。